しつけ絵本、うんこをした後は、丸尾くんはトイレでうんこをしています。カラカラカラッとトイレットペーパーをちぎるとお尻を拭きました。でもまだちょびっとうんこがついています。丸尾くんのお尻にくっついているちびうんこのちびすけは、どんないたずらして遊ぼうかな。いたずらしたくてたまりません。お尻をツンツンしちゃおっかな。丸尾くんはきっとお尻をかゆがってポリポリするぞ。シッ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 。それからそれから、丸尾くんが気に入っている恐竜のパンツ、僕の頭をゴシゴシこすって茶色にするんだ。丸尾くんはきっとパンツを抜いたらびっくりするぞ。僕のパンツが茶色くなっちゃったって泣いちゃうかもな。はあ、いたずらって楽しい。ちびすけはワクワクしながら想像します。それからそれから、茶色くなったところは僕の匂いになるんだ。みんな僕を臭いって言うから、きっと丸尾くんも臭いって鼻をつまむんじゃないかな。あー、楽しみ。その時、丸尾くん、お尻ちゃんと拭けたかな。丸尾くんのママの声が聞こえてきました。はい。丸尾くんがトイレットペーパーをもう一回ちぎっているのを見て、ちびすけは大慌て。くっそー、丸尾くんの手にくっついちゃえ。ちびすけはお尻を拭いている丸尾くんの手にぴょんとくっつきました。そんなことには気づかない丸尾くん、そのままじゃーっとうんこを流しました。よしよし、うまくいった。ちびすけがしっしっしと笑っていると、丸尾くんはゴシゴシきれいに手を洗い始めました。あっという間にちびすけは石鹸の泡に包まれてしまいました。また今度生まれたら絶対いたずらしてる。ちびすけも泡ごときれいに洗い流し、お尻も手もピカピカの丸尾くん。今日のおやつはドーナツよ。やったー。ママからおやつにおいしいドーナツをもらって食べました。おしまい。お話は面白かったブ。このお話の絵本が欲しい子は説明欄を見てみてブ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくブ。